皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草恋新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草恋新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にしてお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってみてください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和3年3月16日火曜日、草恋新聞 FX 長野研究会。もう春、夏ですね、外ね。朝から暑くて、朝から半袖でもいいかなっていう暑さですね、外ね。直射日光がすごく暑いですよね。日中も暑くて、夜も暑くて、肺炎の中もポカポカになっちゃってますね。寝巻きも半袖でいい感じですよね、本当にね。ちょっと前までは、寒くて寒くてどうしようもなかったんですけどね、もう今や夏って感じでね、暑いです。で、私の方はですね、もう4月なので、個人のね確定申告はもう終わったんですけども、会社のね確定申告というか会社の決算がまだまだあるんで、そちらの方をね、また今年やらなくちゃいけないので、それが気が重くてね、どうしようもないです。で、その前にね、鹿児島出張が控えてますので、今週ね、すごく楽しみです。で、まあ、言ったところでね、なんか難しいことやるかって言ったらそうでもなくて、まあ、体のエーダの、まあ、状況確認とですね、まあ、バイナンスに置いてありますからね。あとは、FX の、まあ、パソコン設定ですね。パソコンとスマホのアプリの設定ですね。それと、まあ、鹿児島の治安ですよね。第二次世界大戦の時にね、特攻隊、神風特攻隊のね、部隊地になったところですね。で、僕も Amazon で400円払ってですね、君がために死ぬというですね、400円払って映画見ました。やっぱりね、涙、最初から最後まで涙でしたね。涙を流しながら涙が枯れ果てるまでね、泣きながら映画見ましたね。で、まあ少しでもね、何かできることがあればと思って行ってみたいと思ってます。まあ今のね、平和な日本があるのは、そういう兵隊さん一人一人の命をかけたね、命をかけて戦ってくれたおかげですからね。兵隊さんの諸先輩方がね、それが犬死にだとか無駄死にだとかね、そういうことはもう全然思ってないし、今日本、そして僕がね、何の不安もなくぐうたらしてるのもね、まあぐうたらしてないですけど、まあ何の不安もなくですね、毎日ね、夢と希望を追ってね、人生を邁進することができるのも、戦争で戦ってくれた諸先輩、諸兄たちのおかげですからね。まあ、僕のできることすべてね、全財産を寄付してもですね、寄付しきれないですね、それはね、本当に。じゃあお前命かけられるのかって言ったら、怖くてかけられないですからね。それに比べたら、当時の16歳17歳のね、先輩たちは大したもんだなと思いますよね、本当に。頭が下がります。そして今日はですね、ドル円 FX と仮想通貨と投資とギャンブルの違いについてね、お話ししたいと思います。まずドル円 FX なんですけど、これですね、これ5分足ですね。
まあ、1分足こうですが、5分足で、ようやくね、ようやく大暴落が来ましたね。これ昼間ですね、一番高いところがね。まあ、46ピップスの大暴落が来たと。ここのところがね、もじもじしてたんですよね。で、まあ、どうなのかなと。で、まあ、ちょっと行くのか、ね、行かないのか、どっちなんですかと。ね、上行くんですか、行かないんですかと。いうところに来てましたよね。で、まあ、ダブルトップつけて下がるのかなとか。まあ、ここでダブルトップ言ってましたけど、まあ、案の定上の方まで来ちゃいましたね。こことここのダブルトップ、やっぱり上まで来ないと許してくれないって感じですね。そして、まあ、しびれを切らして下がったと。で、今日16日の火曜日ですけども、まあ、あさって18日の朝、日本時間朝3時にですね、FOMC の金利発表があるんですよね。国債の金利発表があるので、まあ、その情報がまあ漏れちゃった感じですね。漏れちゃって下がってますね、もうね。金利を決めようね、委員会 FOMC があるんですけど、これ、まあ、情報漏れてますね。まあ、これ戻んないですよね。プルバックで戻るかなと思ってたんですけど、ここのですね、120日移動平均線も、これストーンと落ちそうですよね。75で戻ればよかったんですけどね。まあ、これ4時間足ですけど、そうですね。ここら辺まで来て、戻んなければ、こういうふうに、戻んなければ、まあ下がっちゃうでしょうね、もうずっとね。もう上がりすぎましたからね。109円40銭ぐらいまで行きましたからね。ここがね、109円40銭来ましたでしょう。で、まあ、高値がね、もういっぱいいっぱいだってことは、まあ前から僕はね、知ってたんですよ。この辺から知ってたんです。まあ、この辺から知ってたんですけど、まあ、ダブルトップつけましたね、これね。これ4時間足ですから、こっからここまで結構ありますよ。何日、1週間ぐらいありますからね。だからこういうとこでやったってね、いくらやったって、ロング入れたって、ショート入れたって、刈られちゃうんですよね。だから、あれおかしいなと思ったら、ダブルトップつけて上行くのかなと。そして上につけたら下行くのかなと思わないといけないから、まあこういうところで結構やられますよね、何回もね。熱くなっちゃうんですけどね。まあ3回ぐらい連続でやられたらちょっと、まあ1週間ぐらい休むって感じですかね。やっぱり、まあ後でお話しますけど、まあギャンブルと投資の違いのところでお話しします。で、まあ、冷やしで見てもですね、まあ、こんな上がっちゃいましたね。まあ、今年が確かこの辺ですよね、スタートはね。この、今年のスタートがこの辺ですよね。1月1日がね、1月2日か。1日休みだですからね。で、一旦そこにつけて、そこからバーッと上がって、で、こう、下に下がるかなと思ったんですけど、まあ、大統領がバイデンさんに変わったんだよってことで、1回、2回の3回と。これですね。上がりました。で、ここが、まあ、ようやくですね。ようやく下がってきますね。よかったです。いや、これ、押し目だったら嫌だなと思いますけどね。押し目じゃないんですよ。これ分かってんですよ。103円70ですね。103円70ですよ。102円とかね、これ102円とかでしたもんね、ここね。102円の58ですよね。103円70ですよ。おい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 って。ここからね、L 入れときゃね、ずーっとね、で、ここ一番上が109円の、
45ですよね、一番上行ったのはね。まあ40ぐらいですかね。まあ、ほんで今ね、こうストーンって下に落ちてると、ここもストーンと落ちてるんでね、まあここの、この辺まで行ったか、これまで行ってストーンと落ちてるんで、これストーンとしてまた行くんじゃないのっていう話もまあ、なかりしにもあったはずだから、これもストーン、ストーン、ストーン、トントン、ストーン、トントン、ストーン、カリッと裂けると美味しいスコーンみたいに落ちてますからね。また登、またね、ストーンとしてまた登るんじゃないのって上まで。いや、登んないです。登んないです。それは、もう数字で出てるんですよ。数字で出てて、こっから下がるって出てるんです。こうやってね、こうやって。まあ思いっきり、本当は思いっきりこうやって下がった方がいいんだけど、まあ、緩やかに下がっていると。数字で出てるんで、これは、またショート入れた時で、ドーンと上って刈られるってことはないですね。うん、ないですね。もうずーっと下がってますでしょ。なので、ね、特に中野研究会の人は、まあ18日の朝3時以降、にショート入れてもいいし、まあ、今入れちゃってもいいかなと思いますね。うん、まあ、だいぶ下がっちゃったけどね。まあ、あ、これはショートかなって思ってからでも、まあ、3日経ってから入れろというのが、投資ね。あ、今がチャンスだって。あ、今がチャンスだって思うんじゃない。なんか重いですね、パソコンが。パソコン重いな、これ。あ、今がチャンスだって思うんじゃないですか。ね、これ、テレーンってこう、鼻垂れ小僧でね、ゾウさんの尻尾みたく落ちてきたと。で、今がチャンスだと思って、今すぐポジション入れる人、ね、打ったり勝ったりする人ね、ポジ、今すぐポジる、これはね、ギャンブルなんですよ、ギャンブル。ね、これ何も考えずに、見てすぐに判断しちゃうね。感情トレードっていうんですね。ギャンブルなんですね。ギャンブラー。そうじゃなくて、あ、今がチャンスだ。でも、待てよと。待てよと思って、これちょっと重いですね、パソコンがね。待てよと思ってですね、3日経ってからポジションを取る、投資するっていうのが、これが投資家なんですね。3日間あれこれやっぱり調査したりね、ファンダメンタルの調査したり、テクニカル分析の調査したりね。3日経っても大丈夫ですから。3日はまあ落ちるかもしれないよね、こんなにね。まあ、3日間落ちてここまで来ちゃうかもしれないけど、まあ、ここから S 入れてね、こうやって順調に行くから。ね、大体、まあ、初動だとこうやってピューンって行っちゃうとき多いから。はい。まあ、確かにね、スーッと落ちるときに、ここからね、S 入れてれば、こんだけ儲かったじゃんってなるかもしれないけど、リスク高いから、この3日間のね。だから3日経ってから S 入れても全然遅くないですよ。3日経ってから、ポジションを取るのが、まあ、投資家。大体は勝つ。うん、ギャンブラーっていうのはもう頭から取りたいから、頭から尻尾まで取りたいからね、負けてるからね。だからこういうのがまあほとんど勝たないですね。ドレン下ですね。うわおおおお、はい、そうですね。これはちょっと中野研究会の人には今度ね、ちょっとメイソン・リーの秘密の情報ね、これもあれですね、週足で赤線つきましたね。はい。先祖代々のね、秘密情報をね、
そろそろ伝えたいと思います。選抜ですけどね。そしてね、まあ、戦争とかね、いろんなことがあってですね、お金が本当にないときですね、このドル円のですね、相場、為替のですね、極秘事項をですね、使ってですね、まあ、わずか1000円でも500円でも、そこからですね、億万長者に這い上がるっていうですね、ノウハウがありますから、それをですね、先祖代々受け継いでいっていただければと思います。はい、絶対に門外不出でね、お願いしますね。はい、それと仮想通貨なんですけども、ちょっとパソコンが重いんでね、ちょっとやめようか。仮想通貨、ちょっと開かないね、これね。パソコンが重いので、なんでこんな重くなっちゃってるのかわかんないんですけど、コインマーケットキャップ開いてうまく撮影できてればいいんですけど、時価総額はちょっと減ってるね。やっぱり186兆円になってるから、まあ、昨日とか190いってたもんね。でビットコインがやっぱり600万まで落ちてるね。やっぱりどうしても650万まで行くと落ちてくるね。600万だね。ちょっと雲行き怪しいね。一旦下がるかもね。200万ぐらいまで下がっちゃうかもね。サリアムもちょっと一旦下がるかもね。何回かチャレンジしてたよね、ビットコインね。体の枝も113円まで落ちてるからね。ちょっと雲行き怪しいよね。ポルカドット、ユニスワップ、ちょっと一旦手放した方がいいかもね、全部ね。一旦全部手放した方がいいかもね。シータ、V チェーン。V チェーンは分かったね。ちょっと一旦手放した方がいいかもね、これね。なんか、あれですね、不穏な動きですね。ちょっとね、仮想通貨がちょっと疲れが出てる感じですね。ひょっとしたら半年ぐらいの低迷期が来るかもしれないね。まあ、半年だったらいいですけどね。また3年とか5年とかなときついですよね。で、その間ね、やっぱりビットコインも60万ぐらいになっちゃうときついですよね。ちょっとなんかあれですね。今年は不作、ちょっと危ないかもしれないね、これね、これね。ここでもうすぐに落ちてるもんね。これ手放した方がいいかもね、今ね、今すぐに。第2次かな、第3次かな。仮想通貨ブームがまあ去る感じですね、ちょっとね。だってさ、ほら、エリオット波動的にはさ、1回、2回でしょ。3回だもんね。3回目は、最後の力を振り絞るから近いんですよね。2回と3回の間が近いんですよ。1回、まあ、がっちりしてるよね。で、2回はものすごいよね。1回目取れなかった人が2回目入ってくるから。で、ドーン。で、3回目は、もう、最後の力ですから、こんだけしかないんですよね。いや、落ちるね、これね。エリオット波動そのものだね、これね。1、2、3か。これは大暴落来るかもね。590万になってるからね。ちょっと危ないですね。あと、まあ、ニューヨークダウも危ないしさ。ニューヨークダウとか日経225とかも上げすぎでしょ、意味もなく。
ジャスダックとかね、ナスダックとかね、まあだからドル円が先行指標で下がってますよね、今ね。ドル円が先行で下がってますよね。ドル円もう意味なかったからね、これ、なんだかっていうのが。先行指標で下がってますね。明日多分、ニューヨークダウの、まあ明日というか今日の夜か、ニューヨークダウの爆下げ来ますね、これね。今下がってんじゃないかな。プルバック激しいですね。プルバックがね。プルバックじゃなくて、これ激しいですね。パソコン、ちょっとね、今日は調子悪いですね、僕のね。ニューヨークダウンマイナス39。神経質な展開か。ちょっと悪いですね。まあ、日本はね、のほほんとしてるんで、バカばっかりですからね、日本はね。今日はダメですね、ニューヨークダウン。大暴落。そろそろ暴落ですね。まあ、いつ来るかいつ来るかって感じだったからね。こんなもん爆上げするわけないんだからさ、もともと。経済動いてねえんだからね。経済動いてないんだから。で、ドル円だってこんなば、ね、109円なんか行くわけないんだからさ。そんな実力ないんだから、ドルに。今のね、まあ、円に対してドルですよ。円に対してドルがそんなさ、実力はないですよね。ただ、その金融政策で、まあ、上がってきただけでさ、その政策も無理があるからね、ずっとはできないから。で、もう、バイデンさんの220億ドルの経済政策は織り込み済みですから、もう次がないんですよね、もうね。なので、ドルは、まあ、98円まで下がりますね。いや、65円もね、このまま下がると思いますね、一旦ね。で、また上がっていくと思いますよ。一旦2024年までに65円までいきますね。いや、なんか変な気分ですね。まあ、あと、投資とギャンブルの違いなんですけども、基本的にはですね、これ、まあ、すごい大事な話なんだけど、まあ、投資もギャンブルも一緒なんですよ。一緒なんだけど、投資もギャンブルも一緒なんですよ。で、ただ、ギャンブルでも儲ける人がいる。投資でも儲ける人がいる。投資でも大損失出す人もいる。ギャンブルでも大損失出す人がいる。だから、投資もギャンブルもまあ一緒だと仮定するとですね、投資でもギャンブルでも勝つ方法があるんですよね。投資でもギャンブルでも勝つ方法があって、ちょっとね、今日重いから書かないですけど、勝つ方法っていうのはですね、とにかく、狙い撃ちをするってことだね。株でも為替でも、仮想通貨でも、先物でもね、投資信託でも、とにかくずっと相場ってのを開いてるわけですよね。まあ土日はやってないし、株は夕方は夜やってないですけど、為替は24時間やってるし、仮想通貨は365日やってるけど、まあ大体1年中動いてるわけですよね。相場ですよね。で、相場の中で、自分 の得意なところね、得意なところ、まあ、例えばショートが得意だとかね、まあ、ロングが得意だとか、ありますよね。ロングのちょっと長期が得意だとかね、まあ、スキャルビングとか、短期が得意、こういうね、短期が得意だとか、デイトレが得意だとかありますよね。とにかく得意なところだけポジション取る。で、得意じゃないとこは、よくわかんない。まあ、負けてばっかりのところは得意じゃないんだから、絶対やらない。そうすると、見えてくるんですよね。で、まあ、例えば、ロングが得意だったら、もうここのね、冷やし。デイワン。冷やしで75移動平均線を超えたと。そしたらロング入れてみると。そしてこうね、ずっと。
落ちてきてもずっと持ってると、そしてずっと入ってると、でこういう細かいところではもう全然やらない、ずっと入ってると。で例えばまあここのね300日移動平均線、300日移動平均線まで、まあ、帰ってきたら一旦やめるとか、まあちょっとかかりすぎなんで、こうじゃなくて、例えばまあ一番上からね、200ピプス下がったら、常にやめると。例えばこれだったら200っつったらこの辺ですよね。だからこの緑のところ20移動平均線ですね。ただここら辺で20移動平均線引っかかっちゃってるから、ここでやめるのって話になっちゃうから、まあトップからまあ200ピプスぐらい落ちたらやめると。ここら辺はじゃあここら辺はっつって、ここは140ピプスですね。でここは140ですね。まあだから例えばここでね、こうハマって帰ってきちゃったら、まあこれ残念だったなってことで、まあ諦めると。でも、まあ200で140でまたプルバックしてね、こうやって上行って、ああよかったなと。で、こっからここまで取れますよね。こっからここまでね。こんな感じでやっていくしかないですよね。はい、320ピプス取れたって感じですね。でまあで1回取ったらですね、まあ大勝負、これ今回すごい大勝負だったので、まあ大勝負って何で言えるかっていうと、まあ、バイデンさんに変わったからね、大統領が変わったので、まあドル円相場だとアメリカの大統領変わった時とか、まあ、選挙中とかね、あとはあの自民党っていうか、まあ、衆議院選挙とか、まあ、総理大臣総裁選挙の時っていうのはあのドル円っていうのは動きやすいんですよね。そういう時が大相場なんで、まあ、その時に、かけてみると、300ピップスぐらい動くんでね、まあ、その時にかけてみると、それまでは、まあ、天井が見えるまでは動かないとかね、まあ、ここだったら底が見えるまで動かないと。で大体こう去年ずっと落ちてきて、今年の頭で今年明けてからそこを打ってこうってきましたよね。でまあこう来てってなったら、あここそこだったんだなってのは分かります。ここら辺じゃ分かんないんですよね、こう来るかもしれないんで。こう来てまあ2回目ぐらいでやっぱここそこだなって分かって、天井とそこ、まあ、そこが分かるとか天井が分かれば、まあそこが分かったら得るしかないよね。だもう L 目線でずっと行くしかないですよね。で天井が分かれば S しかないんでね、 S 目線でやった方がいいね。押し目を狙うっていうのは非常にあのリスク高いんでね。でこれだったらまあどこまで行くのか分かんないですけど、65だと思ってますけどね、まあ、65まで僕は持つ予定ですけど、まあ、途中で大きくプルバックが来てね、こうやって来て200ピプスぐらいのプルバック来たら、まあ、しょうがないからここで切るかとかね、まあ、いろいろ考えなくちゃいけないですよね。はい、まあ、ただ僕はあの天底、まあ、ここがね天井っていうのはあのちょっとある情報筋からもう分かってるんですよ。でここが底っていうのは、今回教えられました。あの新しいね情報筋があって、でじゃあ次底になるの、底っていうのもあの確実な情報が入ってくるんですよね。で、まあ、でそれで天底っていうのをあの結構確率の高い確率でね、取ることができます。まあ、去年こういうのも全部取っていったんですよね、天底って。それであのあっという間に500万円が1億円になったんですけどね。はい、まあ、ということでですね、まあ、ギャンブルも投資も、まあ、一緒ですね。一瞬
先は闇なんでね、どうも一緒ですよ。ただもうさっきも言ったようにチャート見ててね、相場見てて、あ、ここがチャンスだと思ってすぐに乗りかかる人はギャンブラーですね。こうチャンスかもと思ってから3日待って、3日様子見ていろいろ調査して、ファンダメンタルの調査して、テクニカルの調査して、それでもチャンスだと思ってポジション取る人は投資家ですね。まあ、ほとんど勝ちます。そしてここが山かも、ここがそこかもっつって、まあ、利確タイミングですよね。まあ、これも非常に重要で、闇雲に利確してしまうとですね、せっかく伸びる利益がそこで台無しになっちゃうんですよね。ね、せっかく10億円まで伸びる利益が、まあ、1億円で終わっちゃったとするじゃないですか。そしたらその年ね、まあ、10億円、例えば3月にもう10億円手にすれば、もうその年やんなくていいんですよ。投資ね、FX やんなくていいんだ、めんどくせえし、ストレスかかるからね。下手すら翌年もやんなくていいんですよ。そしたら、やっぱり10億取った方がいいじゃないですか。1億よりね。だからまあ、あんまりさ、腹8分目じゃないけど、欲張ると全部持ってかれちゃうから、それは良くないんだけどね。よくよく調査して調べて、で、ここが、もう、潮時かもって思ってから、また3日調査して、それでね、よくよく考えて、それで利確するということですね。で、損切りについては、まあ、ルールに従ってやればいいだけですね。はい、損益率と損失許容率とね、勝率の、その3つのパラメータの期待値計算でね、負けるときは期待値計算通りやると。で、勝つときは、まあ、期待値計算通りやってもいいですし、ポールポジション、投資の場合はですね、負けるときは期待値計算通り負ければいいですよ。で、勝つときは期待値計算を一旦外してですね、利益を無限に伸ばしていくというやり方で、やっていただければと思います。それではね、今日はこの辺でね、終わりにさせていただきたいと思いますが、まあ私はね、久しぶりのドル円ロング、ドル円ショート入れてるんですけど、今30万ですね。まあ、130万通貨しか入ってないからね。22ピプスで30万しか利益出てないですけど、まあ、非常に嬉しいです。まあ、あと1万円チャレンジの方も、まあ、実は入れちゃってるんですよね。実は入れました。薄く入れました。それでまあ安定してこう、ね、いつもはプルバックビヨーンっつってなくなっちゃうんですけど、逆に言ってね、一瞬瞬く間になくなりますけど、まあこれもね、ひょっとしたら朝になったらプルバックでなくなっていく可能性もありますけれども、まあ私のね、最新情報たくさん入ってきてるんですけど、その情報によるとですね、今回はもう本物ですよと。まあこれね、上限いっぱいいっぱいってのはもう分かってたんですよね、ずっとね、ずっと前から分かってました。で、まあ3月18日のね、明朝3時の FOMC から下がっていきますよと、発表直後からね、下がっていきますよっていう情報も分かってました。ただ、情報漏れありましたね、今月もね。情報が2日前ですか漏れちゃってましたね。漏れましたね。なので、まあこういう展開になってる感じですね。はい、それでは今日はこれで失礼します。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼します。